んにちは。税業専門の税理士川南です。本日の動画、みんな経理や帳簿をつけるときにつまずくのはこれがわからないから、勘定科目がわからないから皆さんつまずくと思うので、今日の動画は勘定科目について解説していきたいと思います。私の方はオンラインサロンを運営してます。また SNS は TikTok、Instagram、Twitter もやってますので、ぜひチェックの方お願いします。また自営業フリーランス向けに本も出版してますので、そちらの方もお願いします。 Amazon レビューもいただけると喜ぶのでお願いします。それでは早速本日の内容に行ってみましょう。それでは日々の経理に必ず必要科目分けのコツについて動画で解説していきたいと思います。本日の内容です。まず経理と帳簿の関係について解説をしてから、知らないとね、経理ができない、ここがわからないからみんなつまずくよということで、勘定科目について解説をして分けるコツを紹介します。要はね、分けることを伝授しちゃいますよってことです。そして帳簿をする際にね、気をつけるポイント、また勘定科目の分け方の気をつけるポイントを最後に紹介します。このような流れで本日の動画いきますので、ぜひ皆さん最後までご覧になってください。はい、それでは早速経理と帳簿の関係について解説をします。そもそも帳簿、経理をつけるっていうのはどういうことかと言いますと、お金の動き全てを記録していく作業になります。皆さんがね、ビジネスをすると毎日いろんなお金の動きが出ると思うんですけど、ビジネスに関するお金の全取引を記録していくものが帳簿、経理になります。この帳簿なんですけど、簡単に分かりやすくイメージするように言いますと、ラベル分け、要はお片付けのイメージに近いと思ってください。で、どこにしまうのか、どこに入れておくのかっていうラベル分けが必要になります。これが要はイメージで言うと勘定科目っていう風なものだと思っていただけると、ちょっとね、経理や帳簿のハードルが下がるんではないでしょうか。要はラベルで分けることによって、その引き出しの合計にいくら入っているのか、このね、レシート領収書はここにしまうと決めて、その引き出しですね、しまった引き出しの合計がいくらなのかもついてするのがこの帳簿、まあ経理という、分かりやすくイメージするとそういうことだと思ってください。そしてこのラベル分け、引き出しに片付ける、どこにしまうのかに必要な項目がこれらになります。何が必要となってくるかと言いますと、これはね、レシート領収書を見てつけていくんですけど、まず1つ目が日付になります。そして2つ目がこの勘定科目、要はラベル分け、まあ、ラベルと言われるものですね。そして3つ目が内容、何を買ったか。そして4つ目が金額になります。この4つが最低限必要な項目になるんですけど、日付と内容と金額って皆さんレシート領収書見たら自分が買ったものですから分かるじゃないですか。分からないなっていうことはただ忘れてるだけであって、基本的に自分が買ったもの、まあ自分が確認して動いたお金の動きになるので分かってるはずなんですね。じゃあ経理と帳簿付け、要はね、経理と帳簿のどこにつまずくかというと、この2番目の勘定科目というものが分からないから、どこに分ければいいんだっけっていうことで、ここでつまずく方が非常に多いです。なのでなんか経理や帳簿って難しいなって思ってしまうかと思うんですけど、イメージとしてはどこに片付ければいいのか、ラベルを分けていくっていうイメージですので、そこが分かって、また勘定科目をだいたいこれはここに片付けるんだっていうのを把握してしまうとぐっと楽になりますので、この後ね、順番に解説をしていきたいと思います。はい、そもそも勘定科目というのはどういうことかと言いますと、この勘定科目によってラベルを分ける、どこにしまうのかっていうのを帳簿をつける時に指示をしていくんですけど、どういう風になってるかと言いますと、これ所得税の青色決算書の1枚目のページなんですけど、ここを見ると売上仕入れというように、この租税効果、荷造り運賃ということで経費の項目っていうのが名前がついてますよね。これがラベルになります。そして経理帳簿を日々することによって、最終目的っていうのはこの確定申告書を作成して提出する、要は作成して税額を計算するっていうのがゴールになりますので、この確定申告をする、要は利益を出す、税金額を出すという作業が確定申告になるわけですね。なので確定申告を作成するためには日々のこの経理帳簿をしないといけなくて、ここでどの科目に片付けるのかっていうのをラベル分け、要はどこに片付けるかっていう作業をしていくっていうのがこの帳簿になります。そして勘定科目、このね、ラベルで分けていく、どこに片付けていけばいいのかっていうのがこのそれぞれの勘定科目というものになります。例えば租税効果、荷造り運賃、水道光熱費というようによく使う科目っていうのはもう確定申告書にあらかじめこのように印刷されている状態です。そしてこの用紙で利益、要は所得を出して税金額を出すために1ページ目で何をしているかと言いますと、まずあなたの1年間の売上はいくらでしたかっていうのを聞いてきます。で、ここで売上を出します。そしてかかった経費をこのように記
記入していて、1年間で例えば租税効果がいくらかかった、消耗品がいくらかかったっていうのを記入して合計を取り、そうすると1年間あなたのビジネスでかかった経費が出ることになりますね。ここの図を見てください。売上から経費を引いたらじゃあ何が出るかっていうと、そこが利益、要は所得と呼ばれるものです。この所得に対して税金がかかってきて税額を計算するという流れになっています。ですのでここの科目ごとにね、いくらあるのかっていうのを集計するのが確定申告に向けての準備になるわけです。じゃあ一体この勘定科目っていうのがね、何なのかっていうのが分かったところで、どうやって分ければいいのかということでコツを紹介します。こちらよく使う勘定科目、先ほどのねページのこの勘定科目のとこだけ拡大して表示したものになります。これね、上から順番にどういうものをどこに片付けるかっていうのを順番にね見ていきたいと思います。まず売上から見ていきましょう。売上はね、皆さんよく分かってますよね。サービスの提供してお客さんから受け取ったお金、もしくはねこちらに提供したものに対してどなたかがお金を払ってくれて受け取ったもの、それが売上になります。ここは皆さんね分かりやすいので大丈夫だと思います。そしてこちらですね、仕入れ金額がある方がいると思うんですよ。要は仕入れをして物を売ったりする、または材料を仕入れて加工して商品を売るっていう方は仕入れが発生します。こちらね、材料費などっていうふうにね書いてありますけど、まあ、仕入れた材料、またはね仕入れた商品などがこちらの仕入れ金額に1年間いくらありましたかっていうのを合計をします。ですので商品を仕入れた場合は仕入れ金額、仕入れ高というふうな科目を使ってラベル分け、まあ、どこに片付けるかっていうのをしていきます。ここで出てくるなあの内容でちょっとね、機種棚卸商品とか期末棚卸商品みたいなね表示あるんですけど、こちらはね過去にこの棚卸の仕方っていう動画がありますので、ここの書き方が気になる方はぜひ棚卸の方の動画の方を見ていただければと思います。今日はメインはこちらのね経費の方のラベル分け、勘定科目について順番に紹介していきますね。では早速租税効果なんですけど、じゃあどういったものを租税効果のラベルにつければいいか、租税効果に片付ければいいかというと、これちょっと覚え方のコツがありまして、公の機関に支払うものは租税効果というふうに覚えておくと分けやすいかなというふうに思います。例えば印紙内だったり、あとは住民票や所得証明書などね、仕事で必要な住民票や所得証明書を取った場合も市役所で取るのでね、公の機関になりますよね、というものは租税効果で分けます。またその他、自動車税、事業税、消費税などなども租税効果として仕分けをします。そして荷造り運賃についてですね、この荷造り運賃っていうのは全員が出るわけじゃないんですけど、よくねお客様に商品を発送するとか、ちょっとヤマト運輸さんとかああいう運送会社さんをよく使うっていう方は、この荷造り運賃という科目を使って分けていく方が多いです。使わない方はこちら使わなくても大丈夫です。どういうものかと言いますと、運送代や配送に関わるもの、まあ、例えばね段ボールをねまとめて買ったとか、そういう風なね荷造りに関わるような段ボールや運送代、または衝撃緩和材ですかね、まあ、プチプチと呼ばれているものなども、商品で発送する人が多い側をまとめてね、かなりの金額のものを買いますので、そういうものなどを荷造り運賃に入れるということになります。もちろんこれね、使わない場合は使わないっていう方法もありです。次、水道光熱費ですね。これは皆さんね確実に使う方が多いと思います。どういうものをお片付けするかというと、電気代や水道代、ガス代などは水道光熱費として分けてください。次、旅費交通費についてです。旅費交通費はね、まあ、移動手段のものはここに片付けるというふうに考えていただければ分かりやすいかと思います。例えば電車代、 ETC 代、高速代ですね、その他もろもろね、タクシー代とか代行代などなど、旅費交通費が発生した、まあ、飛行機代や新幹線代などもこちらに片付けることになると思います。次の科目は通信費です。通信費っていうのは、まあ、通信するものはここに片付けておけば間違いないというふうに覚えてもらえると分かりやすいかなと思います。例えばネット代、携帯代、固定電話代もそうですし、また通信するものなので切手代などもこの通信費に該当します。またね、通信費は通信するものというのはここに片付けておけばいいかと思います。そして次の勘定科目は広告宣伝費です。広告宣伝費というのは、勘定を見て分かるように自分のビジネスを、まあ、宣伝するもの、広告するものはここの勘定科目に片付けるというふうに覚えておくとイメージしやすいと思います。まあ、例えば広告とか、あとは雑誌の掲載料、まあ、これもねもちろん PR になるので広告料になりますよね。あとは看板やチラシ、またはメニュー表の印刷とかね、まあ、名刺を作ったっていう場合も広告宣伝費に入れてもいいかなというふうに思います。そして次、これ皆さんご存知ですよね、接待交際費です。要は仕事上のね接待で使った食事代、またはねお客さんのね香典代を出したとか、あとは出産祝い、また開業祝いでねお花を持ってた等と、仕事に関わる接待の食事代や香典やお祝いなどもこちら接待交際費に入れてください。またね、こう打ち合わせの時に手土産を持ってったっていう時もあると思うんですけど、そういうのも接待交際費に入れていただいていいかなというふうに思います。次の科目は損害保険料です。損害保険料は保険料、ビジネスに関する保険料はここに片付けるというふうに覚えておいてください。自動車保険や火災保険、これはね、自
自宅の、ね、火災保険はダメですよ。仕事で使っている車の自動車保険や仕事場の火災保険などかけている方はこの損害保険料に片付けてください。そして次の科目が修繕費です。これもね、見てわかるように修理代、何か直したよとかね、玄関の鍵の調子が悪くて直したみたいな修繕費のものはここに修理代などなどは修繕費の方に片付けます。これちょっと一つ注意事点なんですけど、修繕費っていうのはちょっと金額が大きくなったり、要は大掛かりなリフォームをする場合は修繕費ではなくて固定資産の方にね計上しなければいけないっていうパターンありますので、そこだけちょっとねご注意ください。修繕費に何でも放り込めばいいってわけではないので、そこだけちょっと注意点です。はい、そして次に多い科目としてはこの消耗品費と呼ばれるものです。これは消耗するものはこちらに片付けることになるので、かなり幅が広くなる科目だと思ってください。まあ細々としたタオルや洗剤などもそうですし、要は消耗してなくなっていくものというのはここに片付けるというイメージでいいかと思いますので、まあ、例えばね10万円以内のパソコンとかもそうですし、あとカフェ経営の方だとね食器とかお皿、まあ、フォークやスプーンなどなど細々したものが消耗品になりますので、ここは結構幅広く片付けるものが多いと思います。ですので消耗品の金額が結構膨れ上がるケースが多いんじゃないかなというふうに思います。そしてこの18番のねこの減価償却費なんですけど、ここは固定資産の減価償却を経費に計上するための項目なんですけど、このね減価償却費については減価償却について解説した動画がありますので、そちらの方で押さえてもらえばいいかなというふうに思います。ここでね紹介するとまた長くなってしまいますので、ここは省いてカットしてそちらの動画の方で気になる方はぜひ見てみてください。そして次の科目、福利厚生費というのがあります。これはね従業員の福利厚生などを片付ける項目になりますので、例えばねスタッフや誰もいないっていう場合はここの欄は空欄になるはずです。従業員が誰もいない、要は給料賃金がないのに福利厚生があるっていうのはちょっとおかしな話になってますので気をつけてください。従業員の福利厚生などは福利厚生費として片付けます。そして次、こちらが給料賃金の科目になります。皆さんがねスタッフを雇ってる正社員の給料代、またはパートやアルバイトなどの給料賃金の合計をしてこちらの方に片付けることになります。そしてもう一つ、外注工賃という科目があります。これは外注費っていうふうにね会計ソフトによっては呼ぶこともありますが、この外注先、外注仕事を外注した時の加工賃などがこちらになります。まあね、SNS の運用は外に任せているとか、自分で雇っているわけじゃなくて外に仕事を依頼していて、仕事を依頼している人も自分もね個人事業とかね法人だったり会社だったりして独立して確定申告をしている場合には、この外注費、外注工賃というところに片付けることになります。次ですけど、利子割引料という科目があります。これはどういう科目かと言いますと、借入金がある方の場合が使う項目になります。ですので借入れが一切ないよという方は空欄になると思ってください。借入金を返済するときにやはりね利子払っている場合多いと思うんですよ。その場合借入金の利子はこの利子割引料という科目を使って経理をします。そして次なのが地代家賃と呼ばれるものですね。これどういうことかと言いますと、ビジネスでねオフィスを借りている家賃や駐車場代などを、家賃に関するものはここの科目に片付ける、まあ、仕分け、ラベル分けをしていくことになります。貸し倒れ金についてなんですけど、これほとんどの自営業フリーランスの方めったに、ね、出てこないので今回は飛ばしていきたいと思います。また気になる方はねご自分で調べていただければと思います。そしてこれらね今紹介したものっていうのは事前にもう確定申告書の用紙に印刷されている勘定科目になります。でここに空欄がありまして、自分で作った勘定科目を自由に記入できる欄があるんですね。そして最後に雑費というのが印刷されています。でここの空欄なんですけど、別に勘定科目ねこれだけでこと足りるわっていう方は作らなくてもいいですし、いやもう少しね詳しく分けたいものがあるっていう方はこのように科目を自分で作って記入します。じゃあどういった科目を作るのが多いかと言いますと、車両費は作る方が多いです。要は車に関係する費用というのをこちらに片付けるってことですね。タイヤ代などね細々と部品を変えたりする場合などは車両費として片付ける感じですね。そしてもう一つポイントなんですけど、次燃料費っていう勘定科目見えてると思うんですけど、この燃料費っていうのは車にね入れるガソリン代が経由代になるんですけど、これは車両費一緒にして勘定科目一つにする人もいれば、車がね何台も仕事で使ってる、まあね、ダンプが3台あって普通車が2台あってみたいなビジネスされてる方はガソリン代がね年間いくらなのかっていうのを把握したい場合には燃料費っていうのを作る場合が多いです。こちら必ずね燃料費作らなければいけないってものじゃないんですので、もちろん車両費と一緒にガソリン代を入れ込んでしまっても大丈夫です。そして研修費、これもね研修の多い方限定になるんですけど、まあね研修したりセミナー参加したりとか、技術の勉強会が多い方がこちらの科目を作る場合が多いです。
こちらもね、必ず作らなければいけないわけじゃないので、もしね、研修代が多いとか、金額的にね、多くてね、ちょっとまとめて、研修費が年間いくらかかってるか把握したいなっていう方は、作る科目になります。そして、支払い手数料ですね。これは皆さん作る方が圧倒的に多いかなというふうに思います。例えば、銀行の振込手数料、引き出し手数料、また他に払った支払い手数料などを支払い手数料に入れることになります。こちらね、ちょっとね、意外と思うかもしれないんですけど、税理士報酬や弁護士報酬などなども支払い手数料に科目分けすることが多いです。ですのでね、振込手数料というのは必ず銀行の振込手数料というのは発生する方が多いので、この支払い手数料、また何かしら決済を使っている方、今でいうとペイパルとかね、ストライプとか、こういう決済を使ってビジネスのね、何か物を販売してるって方は、こちらもね、手数料が発生していると思いますので、そういう EC サイトや決済サイトの手数料もこちらに入れていいかと思います。そしてね、どこにもね、該当しないとか、年 1,2 回の出費なんですって言って、どこに入れようか分かんない、迷うなっていうのは、この便利な雑費というものがありますので、長期以外の経費どこにも当てはまらないな、年に 1,2 回しか出ないなっていうものは、この雑費というものに片付けいただいて大丈夫です。あまりにこのね、雑費がね、全体の経費の8割もね、全部雑費に入ってるって言うとね、ちょっとね、まずいですので、きちんとね、分けてくださいよってなるんですけど、まあ、たまにしか出ないものや金額が少ないものなどなど、当てはまらないものは雑費に片付けていただいて大丈夫です。以上、ざっと紹介しましたけど、勘定科目の分けるコツを紹介しました。じゃあ次、この勘定科目についてね、気をつけるポイントというのを紹介したいと思います。はい、気をつけるポイントなんですけど、やはりこの勘定科目というのは、税理士事務所やね、会社ごとのルールがありますので、そういうルールがある場合は従って大丈夫です。統一した絶対のルールというのはありません。法律でね、勘定科目の分け方がガチガチに決まっているわけじゃないので、先ほど言ったようにね、車両費っていうのを作る方もいれば、燃料費っていうのをね、1個にしちゃう方もいるというように、絶対のルールはないので、臨機応変にね、分けていっていいと思います。事務所ではこういうふうなやり方、会社ではこういうふうにやりますよっていうルールがありますので、そういうものがある場合はそちらの方のルールに従って大丈夫です。そしてもう一つポイントなんですけど、一度選択したルールっていうのは通年して守るようにはしてください。例えばいつも通信費に分けていたのに、今年はね、旅費交通費に分けているとか、こう勘定科目が同じ項目なのに、いろんなところに分けたり、こっちにしたりこっちにしたりっていう風にするとちょっとまずいですので、一度これはここに片付けると決めたら、ルールはそのまま継続してなるべく使うということだけは押さえておきましょう。最終的にね、勘定科目ってすごい皆さん神経質になって、これが分けれないから経理や帳簿ができないんですって言いがちなんですけど、どちらにしても経費であるっていうことは変わらないので、売上から経費を差し引いた所得金額、要は儲けの金額自体は変わりませんので、そこまで神経質にならなくても大丈夫です。それではね、本日の動画は以上なんですけど、私はオンラインサロンの運営をしています。メリットが3つあります。1つ目、オンライン上で税理士にいつでも質問や相談をすることが可能です。税理士をオンライン上に味方につけるイメージですね。こちら Facebook の非公開グループで運営をしています。2つ目のメリットは、サロンズームを定期的に開催しています。私にズームで直接質問することもできますし、メンバーさんがいろんな業種の方いますので、情報交換会の場としてもとても好評です。そして3つ目、税理士の裏側を公開しています。新しい経理や税金情報、まだねお金の知識、 TikTok や YouTube の裏側、 SNS の集客方法などなど、平日毎日1投稿しているんですけど、こちらオンラインサロンのみでしか見れませんので、オンラインサロン気になる方は概要欄の URL から飛べるようになってますので、ぜひご検討の方よろしくお願いします。参加お待ちしてます。はい、それではチャンネル登録よろしくお願いします。今ねチャンネル登録が 8.9 万人になってますので、10万人目指してとりあえずやってますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。また自営業フリーランス向けに本も出版しています。 Amazon またはね Kindle 版もあります。大きい書店では置いてあるところもありますし、楽天ブックスでも購入できますので、ぜひお願いします。購入したって方はね、 Amazon レビューぜひぜひよろしくお願いします。また SNS は Instagram が 1.6 万人、 Twitter もやってますし、 TikTok もねフォロワーが6万人超えてますので、各 SNS の方もねぜひチェックしてみてください。同じく URL から飛べるようになってますので、ぜひフォローの方お待ちしております。はい、それでは本日の動画も以上になります。皆さんが帳簿や経理でねつまずくのを、多分おそらくこの勘定科目っていうのがよくわからない、どこに分けていいのかなとかね、不安になりながらやるから合ってるのかなと思いながらね、なんとなくやってるからつまずく、もしくはね嫌になってしまうポイントだと思いますので、本日動画の方でね、勘定科目の分け方、まあお片付けだよ、ラベル分けだよっていうイメージでやっていただけると、ハードルが少し下がるんじゃないかなというふうに思います。それでは本日の内容は以上になります。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。